とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、海外から来ましたよ。久しぶりのあれが来ました。はい、全容はこんな感じですね。いいやって、でかいのが来ましたよ。いや、すごいでかい。はい、大きさ比較するとね、この DVD と比較するとこんな感じで、もでかい。や、すっげーでっかい、これ。はい、まあ、とりあえずね、このでっかい箱何なのかっていうのをね、もう実際ね、破って中身お見せしたいと思います。はい、箱の状態まで破ってみましたが、いやね、でかいしね、まあ、何よりなんつうんですかね、段ボールがベコベコなんですよ。いや、これ中身大丈夫かなっていうぐらいベコベコなんですけど。まあ、ガレージキットのね、海外のガレージキットの、まあ、差がですよね、これはね。もうしょうがない。まあね、長い旅を経て日本に来たわけですから、まあ、それなりにね、ベコベコになりますよね。いや、これね、箱はいいんですよ。まあ、最悪ね、中身さえ何ともなければ別にいいんですよ。はい、まあ、綺麗な状態でね、日本に届くことはまずないので、ガレージキットはね、まあ致し方ない。まあ、ではね、この段ボールの中の箱の状態ね、どうなってるのか見てみたいと思います。はい、箱というかね、もうこれが、この段ボールが箱でしたね。あとはもうスポンジに覆われた、もう多分本体が中に入っている感じだと思います。はい、いや、これは大丈夫かな。まあ、ただスポンジはね、結構ちゃんとしたスポンジなので、どうなんだろうな。まあ、今のところね、ガレージキットで結構破損っていうのはね、半々ぐらいの確率で手元に届いているんでね、怖いんですけれども、早速ね、ちょっと見てみましょうか。はい、はい、一応ね、1段目の一番上を外しました。はい、まあ、そうするとね、こういう感じで、多分もう各々にパーツが入っていると思うんですが、まあ、とりあえず手前からいきますか。はい、これはもうエフェクトですね。はい、まんまエフェクトの一部。はい、でここにもエフェクトの一部。これは でかいな。これはね、ちょっとでかいね、埋もってる感じ。うん、これは普通に取り出せないかな。あ、取り出せましたね。はい、これはなんだ、これは台座かな。台座の一部っぽいな。はい、はい、こちらはね、下半身ですね。うん、まあ、これを見た段階でもう分かりますよね。はい、ドラゴンボールの悟空ですね。うん、まあ、サムネとかでもうすでにね、ネタバレはしてるんですけれども、ここで改めて、はい、こちらのフィギュアの正体、ドラゴンボールの悟空です。はい、はい、で、もう一つ でっかいのが出てきましたが、こちらは上半身ですね。はい、で、次に出てきたのは悟空の道着の帯ですね。はい、で、もう一つ帯。はい、帯2つありました。はい、で、一番右端に、上半身ですね。
上半身とヘッドパーツがついた、ものが出てきました。はい。はい。続いてね、2段目になります。はい。2段目はね、おそらくは台座とかエフェクトパーツだと思いますね。はい。そうですね、エフェクトパーツ。これはあれですね、台座に取り付けるジオラマ部分ですかね。はい、岩山みたいな。はい、こちらも似たような岩ですね。はい、はい、もう一つ同じやつ。あら、はい、岩。はい、結構大きなエフェクトパーツ。はい、はい、ここもエフェクトパーツ。はい、はい、で右奥に箱、小箱が入ってました。はい、はい、小箱の中身はコンセントですね。はい、発光させることができるということですね。はい、で一番大きい真ん中のやつは紙に包まれてますね。はい、箱からつが紙からね引き剥がして出しましたが、ガレージキットの特徴としてね、台座が一番重いっていうねめっちゃんこ重かった。はい、まあその台座はねちょっと重いんで後で紹介させていただきます。一応これで以上かな。はい、ではねパーツ一つ一つチェックしていきましょう。はい、ではね全て出し終えたんでね、そのパーツをね見ていきたいと思います。まずはね一番でっかい台座、そちらから見ていきましょうか。はい、ドデンとね乗っけましたが、かなり重いわこれ。この台座だけで5キロ、どんだけあるんだろう。5キロぐらいあるのかな。とにかくねめっちゃくそ重い。こうね下の方にドラゴンボール Z のロゴが入ってます。かっこいいね。この時点でもうこれ台座がめちゃくちゃかっこいい。で台座のデカさもね半端じゃないボリューム。でもこれはナメック製のね大地を再現してる、土台になりますね。でナメック製の海ね、はい、水しぶきが上がってる感じ。といった感じでね、ちょっと回転台座に乗せてちょっと回してみました。まあ回転台座もね、ちょっとこれ用に新しく購入したんで、かなりの重量を回せるやつにしました。はい。いやこれはね、台座がめちゃくちゃかっこいい。とにかく、はい。台座に取り付けるエフェクトパーツ、そちらをね取り付けていきたいと思います。まずはこちらですね。こちらがどこにつける部分なのかっていうのを探っていきたいと思います。なんかいきなりぴったり合った感じなんで、とりあえずここにして、ちょっと他の部位を見ていきたいと思います。こちらですね。はい、こちらがどれになるんだろうな。もう一つ大きいのがあるんですけど、これかな。はい、めっちゃ水しぶきがすごい。
クリアパーツだからめっちゃすごいよね。はい、これで合ってる、合ってねえな多分な。これあ、ここか。はい、ここで、でちょっと余ってるここがなんかあるね。これかな。うん、これも水しぶき。はい、まあ、磁石がね壁側に取り付けるようになってるんで勝手に吸い付きますね。はい、あ、合ってましたね。よし、はい、じゃあ続いてはここは何だろうな。あ、これか。もう一つありましたね。はい、うん、これでしょう。あ、もうすごいね、自分からくっついていくね。はい、でもう回転させて、これで海のパーツ、あ、ちょっと海のパーツがね壁に接触しちゃいましたね。いや、大きいわ。ちょっとこれはね、大きさがすごいな。まあでもね、まだ水しぶきがあるんですよね、このちっちゃいやつが。このちっちゃいやつ。これがどこにつけんだ。あ、なんかあるな。ここにね、穴があるんですよ。ここに、これかな。あ、ぴったんこ。自分から吸い付いた。もう一つ、これはどこだ。そうするとこれも絶対あるはずなんだよね。あ、これか。ここかな。ここなんか変にスペースが空いてるんですよね。だからこれかな。こんな感じですね。はい、多分これで合ってると思うんだけど、とりあえずここにまあいいとして刺しときましょう。ではね、あとはあれか、大地、うん、もうここら辺のね大地がいっぱいあるんで、いっぱいって言っても4つか。これをねそれぞれ取り付けていきたいと思います。まあ、でも穴同じっぽいな。これどこだろう。まあとりあえず取り付けていきましょう。ちなみにね、このね、岩山はね、磁石がついてないんですよね。だからただ乗っけるだけみたいな感じなんで、ちょっとね、合ってるのかどうかわかんないんだよね。てな感じでね、とりあえず合っているであろう場所に置きました。はい、まあ、刺したっていうより置いたっていう表現の方が正しいかなと思いますね。はい、いやー、これだけでめっちゃボリュームがすごいんだけど、これに悟空を立たせるわけですよね。はい、まあ、その悟空をねちょっと詳細に見ていきたいと思います。はい、ではね、下半身こちら、さっきも見ましたけどね、はい、下半身ですけれども、やっぱすごいね、シワとかのね造形がめちゃんこすごいですね。でこのね肌の質感、
かなりリアリティで、ブーツのシワもねすごいですね、細かいな、こう破け具合とかもねすごいね。いやこれはすげえな、まあ、下半身もめっちゃ重いですよやっぱり、うん、でこれはねこれをちょっと取り付けてみましょうか、うん、先にね下半身を取り付けた方がいいと思うんで、はい、ああなるほどですね、悟空を立たせるときはあのこの2つのね岩パーツはいらないですね、うん、そこに足を入れるんでこの2つが不要になります、はい。じゃああの岩は何だったんだって言ったらもう多分台座を眺めるよいや悟空あってのねドラゴンボールなんですけれども多分ね台座好きな人におすすめな感じなのかな、はい、ではねこちらと上半身行ってみようか、上半身が2通りあるんですよね、はい、ではまずねこちら、はい、めっちゃかっこいいマッスルボディ、上半身の筋肉半端じゃないんですけどいやすっげえなんだこの造形、うーわマッシブだよマッシブ、もう背中なんてオーガじゃねえかよこれ、ハンマー裕次郎張りだよこれ、うわすごもう傷とかも生々しいですね、ちょっと深く入ってたりするんだよね、うん、だからすっげえ生々しい、うん、いやすごいわこれ、いや半端じゃねえ、なんだこの筋肉造形かっこよすぎんなこの悟空の上半身、これは男から見てもねめっちゃ惚れ惚れするね、いやこんなボディになりてえわ、はい、じゃあこれをねちょっと取り付けてみますね、はい、こんな感じでね取り付けました、めっちゃかっこいいねこれね、もうこれだけで完成されてるよね、でこれの場合は頭部パーツが変わりますね、はい、そちらがこれ、はい、スーパーサイヤ人悟空フリーザ戦のスーパーサイヤ人悟空、まあナメック星で戦ってる時点でまあそうなんですけれども、はい、まあ、このヘッドパーツもねすっごいね、うん、ちゃんとスーパーサイヤ人初期の頃の悟空の髪型にちょっと寄せていますんでね、はい、でこの顔いいね、血が流れてね、うん、こちらも鬼気迫る表情、いやかっこいいね、うん、いやこれはいい、かっけえ、はい、これをね取り付けてみましょう、はい、カシュンとねはまりましたね、いやーこれはねちょっとねでかいなちょっと入れるには相当離れないと入んないかもな、ちょっとねこの状態でちょっと離して回転台座回してみますか、はい、
いや、めっちゃんこかっこよくないですか。いや、これはすっごい悟空。いや、ぶったまげだね、うん、いや、これはかっこいいわ。よくできてますね、うん。じゃあね、これ、あ、ちなみにね、この全体像はね、ちょっと背景をね、ちゃんと黒くした背景にしてちょっと撮り直しますんでね、とりあえず今の段階ではこんな感じで、はい。じゃあ上半身パーツをね、取り付け変えたいと思います。はい、ちょっと先ほどね、あのパーツの取り忘れがあったんですけれども、それがですね、こちらの道着の帯、これを取り付け忘れましたね。はい。で、この道着の帯なんですけれども、これ2つあるんですけど、ちょっとね、私がちょっとやらかしちゃいまして、普通にこれをね、床に置いてたら踏んづけちゃって、ここ根元ポキッて折っちゃいましてね、今瞬間接着剤で止めてるんですけど、せっかくね、あの全部綺麗になったんですよ、うん、あの本体とかね、うん、パーツ全部綺麗な状態だったんですけど、自分から折っちゃいましたね、はい。いやー、これちょっと、まあね、2つあるんで、まあよかねんですけど、まあでも綺麗にパキって折れたんで、粉々じゃなかっただけまだいいんですけれど、とりあえずくっついたんでね、うん、まあ、こっちから見る分にはそこまで目立つほどでもないんでね、うん、裏から見るとちょっとね、うん、目立つけど、はい、まあでもね、はい、私は構いませんということでね、ちょっともう一つの上半身パーツお見せします。こちらです。じゃじゃん、これまたかっこいい上半身。すごいね、これ見て、この悟空のこの髪のたなびき方、もう横風が相当強いね、これね、もうなめくせ崩壊が始まってますからね。いやー、すげえ再現度。顔も似てるね、うん、初期の頃のスーパーサイジン悟空。これはまだね、道着の上のね、インナーがまだ着ている状態です。それにしてもね、筋肉が際立つね。いや、これはすごい、半端じゃないな。で、道着、この道着の帯をね、うん、これはちょっと綺麗な方で、はい、こんな感じですね、はい、すぐにくっつきますね。ではね、この上半身も取り付けてみたいと思います。はい、取り付けました。まあね、こっちの上半身パーツにするとね、ちょっと向きがね全然違っちゃうんで、まあ、とりあえずこちらも回転させてね見たいと思います。いや、この角度ですね、はい、こっちの悟空は、いや、これまたすごいな。いや、こっちはこっちでめっちゃかっこいい。悟空がたなびいてるっていうのはおかしいけど、一応寄りでね、顔の方だけ寄りで、この角度の悟空の上半身めっちゃかっこよくない？ちょっと思わず撮っちゃいましたけど、はい、いや、めっちゃかっこいいこれ。はい、でもう一つっていうのがね、こちらなんですよね、
はい、一番最初に出したであろうこのよくわからないやつ、はい、これ何に使うのっていう話なんですけれども、これが実はね、はい、使ってない上半身とドッキングするんです。はい、こうすることによって上半身で飾ることもできるっていう優れもんですね。すごくないですか、この心遣い。憎いですね。はい、いや素晴らしい。ということでね、ちょっと回転台座に乗せて勝手に回しましたけれども、はい。いや、大体凄さって伝わったかなと思います。はい。いや、本当にね、これはすごいっす。はい。まあ、とりあえずね、上半身は私はこのパターンで飾ろうと思います。はい。やっぱなんかこうね、筋肉造形美がすごいっていうのと、やっぱこのちょっとね、後ろからのこのアングルがかっこいい。はい。でね、ちょっとね、字幕で伝えたと思いますけれども、この感じで上半身変えると、こっちがね、向こう向いちゃってるっていう話をしたと思うんですが、これ勝手にね、岩の位置を変えて、足をね、こっちと奥で立たせれば、前向きますね。
いやまさかねこっちにも穴が開いてるんですよ、支柱の、はい、なのでドラゴンボール Z のこのロゴの真ん前にもこちらの本体の向きがなります、はい、なのでそこら辺はね、うん、ちょっと安心しましたね。ちょっと待てよと思ってね、ちょっと岩を外したらね穴開いてましたね。そこで足を付け替えたら、うん、向きが変わりましたんでね、はい、という感じで、うん、今回のガレージキットも素晴らしい出来でした、うん、いやこれはねやばいね。やっぱ海外のガレージキットって本当出来がいいのが多いよね、うん、ちなみにね、この後、届く予定のガレージキットはねワンピースのゾロ、まあ、ゾロって言ってもゾロ十郎なんですけれども、そちらの爪アート社、はい、まあ、ガレ機械では有名なね、爪アート、はい、そちらの方を購入してますんで、そちらがね、多分2ヶ月前後で届くと思うんですよね、うん、ちょっとねやっぱ今コロナの影響でねちょっと配送が遅れてるみたいなんですよね、うん、まあ、このご時世だからしょうがないんですけれども、はい、ということでね今回はこちらはこれにて終わりたいと思います。今後もねガレージキットとかね珍しいものが手に入り次第ご紹介していきますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。